日田丸9火客船とは、かつて日本優先が運航した火客船のクラスの一つで、九百三十八年から九百四十一年にかけて、三菱長崎造船所で三隻が建造されたが、有事の際には、日本海軍によって空母になるようあらかじめ、設計されており、三隻のうち一隻は浸水後に空母に改装され、残る二隻も太平洋戦争開戦後に空母に、 改装されて、大高型航空母艦となり、商船として運航された期間は、わずか1年程度だった。優秀船舶建造女性施設によって建造された、過客船としては、最大規模を誇り、また、太平洋戦争開戦前に竣航した、過客船に限定すれば、トンカズの面では、同じ日本優船の、秩父丸に次ぐ大きさであり、船体長と機関の馬力の面では、 太平洋戦争開戦前最大の火客船であった。本港では主に建造の背景や特徴、個々の船について説明する。大高型航空母艦となってからの事故は当該項目を参照されたい。日本優先の主力航路の一つである欧州航路は1930年にテルクニマルとヤスクニマルの2隻のディーゼル火客船を投入して一定の改善を見たが、 それでも1937年どの時点では、白山丸などの洗礼が10年から20年経った、火脚船も依然として配置されていた。また、欧州航路と同様に命令航路として、指定されていた合州航路及び南米西岸航路に就航していた、火脚船も速力が落ちて沈腐化が甚だしく、受名資格を失っていた船もあった。折しも、日本政府は、 この昭和12年に優秀船舶建造助成施設を施行し、6000トン以上、最高速力19ノットの高速化客船12隻の建造を策した。日本郵船は、低新省から優秀船建造の意向を打診され、船舶改善のために優秀船舶、建造助成施設によって7隻94,500トンの 新造優秀火客船を建造することとなり、日本優先が計画していた25隻25万トンに及ぶ大建造計画の一角を成した。その中で最大のものは、欧州航路に投入される16,500トン級、速力21ノットの火客船であり、同時期にはシアトル航路及び豪州航路にも1万1000トン級の新造船が2隻ずつ投入されることとなった。 建造計画の名目の一つには、1940年に開催予定だった東京オリンピック向けの旅客輸送というのもあった。欧州航路に投入される予定で建造されたのが、日田丸旧華客船である。船名は神社を由来として、NYK の頭文字を配したものであるが、ヤワタ丸とカスガ丸は日本優先所属船としては二代目にあたる。 一隻あたりの建造コストは1200万円であったが、そのうち助成金は410万250円であった。建造に際し、日本優先では競合する北、ドイツロイドのシャルンホルストなどを徹底的に研究。大阪商船出身の開示師屋である野間久氏は、新田丸急価客船はシャルンホルストに似通っていると述べている。内装面では、 やはり優秀船舶建造女性施設の適用により、建造された大阪商船のある全地な、丸級火客船と同様に、日本調のモダンスタイルの装飾を導入したが、これは日中戦争勃発後という時節柄も多少は影響していたものの、日本郵船の火客船におけるこれまでの装飾傾向とは明らかに一線を隠していた。日本郵船の火客船、例えば、浅間丸や、 ヒ川丸、ル、デルクニ丸といった、火客船での装飾は、一言で言えば、欧風であった。三菱長崎造船所では、アルゼンチナマル級火船での経験をもとに、中村淳平や村野東吾などといった、東大一の設計家に、皇室の設計を依頼した。しかし、設計と建造の段階で、第二次世界大戦に突入した影響は大きく。 真鍮やゴムの使用制限がかかったため真鍮の部分はベークライトやアルマイトでゴムの部分はリノリウムでそれぞれ代用された各甲板の構成は大まかには以下の通りであった特に注目されるべきは1等と2等の高室及び1等客室である68室ある1等客室は5層にわたって廃されその全てが外側に位置していたため1等選客は 常に外気に触れ、風景を眺めることができた。また、航路の一部が熱帯地域にかかるということで、8万トン級のクイーンベリーやノルマンディーですら装備していない設備をと、1棟と2棟の皇室及び1棟客室への冷暖房装置の導入を行った。外交客船への冷暖房装置設置は、世界最初のものである。また、68室のうち59室には、 浴室もつけられていた。船内にはエレベーターが通じ、仮想甲板にある二等及び三棟旅客設備も、プロムナードが配されるなど、決してグレードは低くなく、2万トンを切るクラスの、価格船としては、最上のものと評された。装飾パネルには代用のアルマイト腐食板が、活用され、例えば、日田丸には、日田神社やお長鳥をあしらったパネルで、八幡丸には、 世界各地の名産品を世界地図のように配置した浮き彫りのパネルで装飾されていた。これら設備の導入に際しては、三菱長崎造船所内に、船室の実物大模型を立てて、諸設備一切を実際の船室同様に取り付け、専門家の目通しを受けた上で、最終欠点がなされた。旅客設備以外でも、プロペラや航海用具、 貨物設備などもすべて日本産でまとめられ、我が国造船科学の域を集めた。それに加え、世界で有料斬新だと目された機器なども片っ端から装備された。もっとも、新田丸急価客船のグレードは、間を置かずして陳腐化するはずであった。サンフランシスコ航路用として建造が予定されていた。 カシハラ丸級価客船の二等旅客設備のグレードが、ニッタ丸級価客船の一等旅客設備のグレードと同等に設定されたからである。しかし、カシハラ丸級価客船は、商船としては進行せず、空母となり、ニッタ丸級価客船の核落ちは免れた。ニッタ丸級価客船の旅客定員は一等から三等、合わせて二百八十三名と少なかったが、欧州航路は、 気候地が多く、中華民国やインドシナ半島など、イギリス、フランスの植民地との間を往来する旅客が多かったこともあって、就航船の定員は元から少なめで、日本船に乗る客の大部分は日本からの客とすれば、定員を少なくしたのは頷けるというのが、野間の説明である。日田丸休暇客船の機関は、ディーゼル機関ではなく、三菱ツェリー式に機頭に断言速装置付き、 タービン機関となった。建造の時点で有事の際の空母への改造を予定していたためであるが、大型外交客船へのタービン機関搭載は、カナダ太平洋機船のエンプレスオブジャパンの例がある。また、2万馬力以上の出力を出すには、タービン機関というのが、当時の常識で、機関室スペースの減少に伴う、客室配置設計の容易さというメリットもあった。 タービン機関といっても、例えばボイラー一つを取ってみても、技術革新の結果で、従前のものより65%の重量軽減が、図られている。それに伴い、燃料消費量、騒音及び倍延も減少した。三菱ゼリー式タービン機関は、後の空母改装時にもそのまま搭載されたが、最大速力22ノットが、足かせとなって、運用法が限定されることとなった。 付属機械は概ね電化され、発電機は直流、交流の双方が搭載されたが、これも商船としては最初の試みであった。その発電量はフル稼働すれば人口7万から8万の都市、あるいは当時の水都市の電力需要を十分に賄えるほどのものであった。日華丸休暇客船は贅沢は敵だのスローガンがまかり通る世の中に、 贅沢の限りを尽くして建造をされたが、当時日本郵船の食卓を務めていた、内田百は PR 氏の中で、日田丸急価客船の建造の意義について、外国人を乗せて、外貨を稼ぐのだと述べている。ところが、1939年9月の第二次、世界大戦勃発に加え、昭和14年11月21日の、テルクニマルの食い沈没を受けて、 欧州航路に優秀船を貼り付けることが危険となり、新田丸急火客船の就航で追い出されるはずの旧型船が欧州航路に残って、当の新田丸急火客船はサンフランシスコ航路やシアトル航路に回ることとなった。第一線新田丸は昭和十五年三月二十三日に春航し、東京港芝浦埠頭に開港されて、後続の方宝、高松の宮信人親王。 三笠の宮高人親王、茅の宮常則王、国の宮朝明王及び梨本の宮森正王の対乱を仰ぎ、ついで横浜港に開港して、久米正親やおさらぎ次郎ら名詞を乗せ、疲労公開を行った。5月1日に上海を振り出しに、諸女公開を行い、以後昭和16年8月5日に横浜港に帰着するまで7度の商業公開を行った。 昭和16年9月12日付で日本海軍に徴用され一般徴用船となる。八幡丸及びカスガ丸とは違って直ちに空母に改装されなかったが、これに関しては当時進められていた日米交渉の打結のため、この絵踏丸首相、フランクリン・ルーズベルト大統領の日米両首脳が日田丸に乗船して会談を行うために温存されたという噂が流れた。 11月に空挺部隊を高尾まで輸送した後、12月8日の太平洋戦争海戦を挟んで、ウェイク島の戦いの末に占領したウェイク島へ向けて、上海海軍特別陸戦隊を輸送し、基都には戦いで発生した約1200名の捕虜の輸送任務に就く。ところが、一人の捕虜が警備兵の銃を奪おうとする企てが何度も起こり、 ことの次第を軍令部に報告したところ、規律に則っ,って処分せよと命令が出たため、九州近海に差し掛かった際に5名の法律が殺害され、水槽に付された。警備兵は、クレ海兵団から編成されており、斉藤敏夫海軍隊員が指揮していたが、クレ陳次府司令長官、豊田添江大将から昭和16年12月26日付で、斉藤に対し、 必要あるとき派武力を行使することを読くと、武力行使に関しては斎藤にある程度の権限を与え、日田丸が不足の事態に陥った際には、斎藤が船長に代わって、日田丸の指揮を取ることとする命令が出された。このため、戦争終結後に斎藤を先犯として追及しようとしたが、動きを察知した斎藤は1953年まで逃亡を続けた。 日田丸関係者も高級幹部が亡くなっていたので、機関長と繊維が聴取された。その後、1942年5月1日付で、一旦開洋されて空母への改装工事が始まり、8月1日付で海軍省に買収され、8月20日付で、起きたかと命名され、空母に編入された。空母としての改装工事が終わったのは11月25日で、ある。第二戦。 ヤワタマルは、ニッタマルから4ヶ月遅れて竣工。シアトル航路で一航海を行った後、サンフランシスコ航路に就航し、昭和16年6月には日本を訪問する、王朝名南京国民政府主席が上海から乗船した。昭和16年6月15日から空母への改装工事に入り、11月21日付で日本海軍に徴用され、 11月25日に特設航空母艦として入籍。昭和17年5月31日に工事完了の、後、新田丸、カスガ丸同様に8月1日付で海軍省に買収され、8月31日付で運用と命名され、空母に編入された。第三戦、カスガ丸は昭和15年9月19日に浸水後、11月から、 空母への改装工事に入り、昭和16年1月の時点では、工程が相当進捗していると判断された。昭和16年5月1日付で、日本海軍に徴用され、9月5日に工事が完了して、特設航空母艦として入籍する。開戦後は訓練への協力や航空機輸送任務に、任じた。同様に、昭和17年8月1日付で、 海軍省に買収され、8月31日付で大高と命名され、空母に編入された。野間によれば、商船として巡航していれば、南米西岸航路に就航していたという。受名資格を失っていた船は、後に地獄船の一隻として有名になる、落葉丸で昭和11年2月に資格喪失。後の空母、新高、日本ニュース第54号。 王政へ主席訪日の問え。NHK 戦争証言アーカイブス。日本放送協会。2012年11月16日。閲覧。なお、この映像に映る、過客船のほとんどは、八幡丸であるが、最後のカットのみ、鎌倉丸に差し替わっている。ありがとうございます。